この、まあ、関西関東最初にここを僕はきっぱりしちゃダメなんですよ。いやいやちょっとでどこか分かんないんですよ。どこでじゃどこなんですか。自分で言えば自分とその正確に言うと中部地方だけど、ラグビーの高校の大会は関東大会でしょ。そうだから中部県や中部のやつやってんけど中部じゃないって言うもんで、関東でやったら関東じゃないって言うで、俺はどこだったら上司新潟とかのものなんかみたいになっててんけど、そこちょっとはっきりしかないったらさ、どこにくくんのやっぱり中部でしょ。中部じゃあ中部でいい。だから首都圏って言ってくれたら、いやそれ大きすぎるやろ。関東と山梨で、あーなるほど、首都圏だから中央線やったら中央線ちゃうか。あれ中央線、あれ文京区は通ってないけど、文京区は JR が一個も通ってない。そうなん、そうなん、東京で JR マジで通ってんの。え、じゃあ何使うの。一応 JR 以外も電車あるから、電車でどこにでも行けるけど、あ、JR が通ってないんや。山手線の真ん中にあって触れてないらしい。いや、すごいなそれ。言葉遣いが可愛い。どんな言葉遣いですか。いや、おい、いいや、おい、それバカにしてるそれバカにしてるでしょ。可愛いやな。そんな、いいやなんて、いや、なんか可愛い。あのえ、なんすか、いいや、いいやって言いますか。言いますよね。あ、いいやって言いますか。いやのこと、あ、いやって言うのか。いいやって言うでしたっけ。いや、何してるの。ほんますね、だから女の子何してるんですか。ちょっかい出してるんですか。ちょっかい出してるその関西の見たりとか、あんま帰ってくる。帰ってな、ほんま家の近所 の, あの居酒屋で鳥ちゃんっていう小学校内直くらいとしてない。鳥ちゃんと、もう鳥ちゃんの独身やから、うん、電話したらすぐ来てくれとか。え、居酒屋としてね。いや、もう銀行員やね。あー、何や、信用銀行員。あ、鳥ちゃんっていう人と一緒に行くの。居酒屋鳥ちゃんかと思ってんけど、あんま何があんの。フルーツ金山桃金山なかった。桃だ。え、あ、桜子桜子。え、予備知識ゼロだ。ぶどうぶどう桃なんや。けど俺金山から桃もらったことないで。え、毎年置いてるんです、あそこの食堂に。うっそー、ご自由にって言って。あれショックやわ、それ今も一回も知らなかったわ。でもちゃんと隣さんだけこの辺乗ってたっすからね、ちゃんと。あれ見ました。見たっすね。面白かったっしょ、あれ。あれ多分な、カットされてて俺の悪口と言いまくってんだよ。ちっちゃい、ちっちゃい、ほんまちっちゃいわ、ほんま。中学校が奈良京都だった気がする。やばいの、奈良大です。やばかった、こんなにびっくりした。見たけど、ビビったビビったの、何かっすわ、なんじゃこりゃみたいになりますよね。すごい、ほんまに、ほんま鎌倉大仏はどんなのかな。でも奈良はほんまにでかいですね。そう、奈良の大仏、とんでもあれ、もう喧嘩してもう終わりだ。ウィーンガーガーって。高校どこっす。あと高校、高校はなんか姉妹校がなんか中国になったらしくて。中国行った。中国、マジで、中国行くって珍しいよな。えぐい、ちょうどいいわ。あれどこ中国広いやんけ。北京だった。へぇ、遠いやんけ。一回どっちかに行って。すごい。真ん中でなんか国内線から。え、何すんのそれ。中国で万里の長城みたいな。うわ、めっちゃいい。全然違うやんけ、お前。え、だいぶ上やろ、万里の長城って。いや、一個一個に食いついてるんすか。何言って。中国好きやん。いや、待って待って。ちょっとフラットした時は、その絶対池袋で降りなくちゃいけないから降りて、池袋でちょっと、あの IWGP やん、それは。あ、撮影してた、撮影してた。俺らの時期やんな、それ。高校生ぐらいやったら。ど真ん中。そうっすね。確実キングがいる時やんな。うわー、すごいな。遠目で見た。あれアイドル GP やろ。なんすか、なんすか。じゃあ、ちょっと。じゃあ、全部正式名称ってください。はい。アイドル GP、はい。はい。インターナショナル。はい、インターナショナル。はい、ね。インターナショナル。はい、ダブルは。レスリング。ダブルです。レスリング。あ、レスリング。IWG。知ってるわ。シルクロウエストガイドパークや。すげえ、すげえ、すげえ。まあ時間も時間なんで、まあ何かこう、なんすかないですかね。柳下の
高校時代、彼女の話は。それしたことない。ほんまなんか、ほんま